はい、それではですね、平成26年3月9日、アミパラテクノランド店のギルティギアイグザードサイン大会始めます。よろしくお願いします。はい、お願いします。やっていきましょう。はい、それでは、の試合皆さん忙しかったので、まず一発目の試合、1回戦第4試合、新山さんのアクセル9段とミスター空手さんのファウスト4段、キャラ愛の向こう側への、名前が、ミスター空手さんですね。さあ、どんどんやっていきましょう。新山さんはですね、昔々のウェルカムというお店でやってるところにですね、非常に粘り気のあるアクセルで、大会とかを争っていた強者でございますね。死にそうになると粘るというね、そういったプレイスタイルというか、こんな感じでやっておりましたので、きっと今回もいい感じで戦ってくれることでしょう。そして9段は今回の大会の最高段位ですね。さあ、それをミスターカルトさんが破ることができるのか。じゃあ長いな、このムチ。さあ、まず1本取ってったのは新山さん。とりあえずアクセル、この半ズボンはなんとかした方がいいですね。前から半ズボンでしたかね、非常になんか格好悪い感じがするんですけれども、性格の男前が台無しな感じですね。ムキムキな下半身の半ズボンだとちょっとよろしくないんじゃないかと思いますが、そんなこと言ってる間に試合はかなり大詰めに入ってまいります。さすがに新山さん、穴のない戦い方ですね、これね。逃がしませんよと、コンボミスを決めて、コンボミスがない、これもやっぱ強さの秘訣ですよね。今ファンスをここで一気に取り返していきたいです。おお、ここにね、取り返せるかと思いやバースト。さあ、新山さん一気に決めてしまうのが、大会は2本選手で行っておりますので、取ったのは新山さん。さあ、では次は、さあ見ていきましょう。1回戦第1試合、ベガスさんの下位8段と風音さんのアクセル初段となります。さあ、ベガスさんは最近キングオブファイターズのサーティンをよくやられてますね。でも、まあ、ギルティが出てからはギルティ一色という感じでございましょうかね。さあ、ガンガンと攻めていってるのはベガスさん。坂本ジュリエータ懐かしいですね。エアマスターとか懐かしいですね。よく読んでました。さあ、ベガスさん8段は、新山さんに次ぐ高段位となってますね。さあ、風音さんが体力的には若干劣勢ではありますが、画面端に追い詰めております。ここでワンチャン取れるかというところで、きっちり差し込んで1本取ったのはベガスさん。さあ、開幕取っていくのもか、ベガスさん取ってて、さあ、発信全体です。ナイスカバーカバー。さあ、体力お互い減ってきて、位置を入れ替えて、風音さんから取り返したいところですが、捕まってしまう。下段4枚に飛び込まれる。ここでバーッと使って離して、ベガスさん、まだバーストも残っているので、これは厳しい。取ったのはベガスさん。またいつでもお相手します。さあ、では次は、LO さん試合中、はい、ということで、さあ、1回戦第3試合、魔法塚さんメイン7段とアシュラさんのエディ7段ですね。
同団位戦です。ランクアップとか出ました？出てないですか？マホスカさんはブレイブルーの時も何度かお名前を見かけたような気がしますね。さあ、僕は昔々お客さんに聞いた話だとエディは片目がひどいという話を聞いてますが、今回どうなんですかね。そうか、一瞬間にいつの間にかメインの体力がすごい減ってます。さあ、歩行音が独特なメイン、魔法使さん7段が一瞬体力を削っていきます。さあ、ここからどういう展開になっていくのでしょうか。先制し合って立ち合ったのが、さあ、表へ裏へと攻め込んでいく魔法使さん。お互いもう体力ワンコンボで死ぬような体力になっております。投げ通る、投げが通って、その後押し攻めは、押し攻めで倒したのがアシュラさん。エディやたらムキムキになりましたね。今回結構皆さんムキムキです。さあ、投げ通して随分なダメージ、でかいダメージ、これは痛い。結構とんでもなダメージが入りましたが、そういうゲームなんですね。まあ、しかしまだまだ逆転できる範疇ではあると思いますが、まあ、画面端に追い詰められているが、ちゃんと切り返して、慣れないとギルギアはどこで何が当たってるのか分からないみたいです。結構削られてしまった魔法使さん、これはお互い同じような体力なので、先ほどと同じような展開ですね。取ったのは、ああ取ったのはアシュラさん。エディはどこから攻撃するか分かんないですね。さあ、LO さんがまたもやの試合中なので、飛ばして、ではキーさん、はい、それでは、やっていきましょう。1回戦第5試合、キーさんの回2段と、ドイ君さんのソル4段となります。ドイ君さんは先ほどの試合中から、抜けてきてくれたためにカードが使えないため、カードなしとなっております。さあ、キーさんは先ほど、5試合で怒涛の14連勝を、勝ち決めていたプレイヤーなので、最初僕が見た時は初段だったのが今3段になってますね。あ、2段じゃない、3段上がってますね。さあ、この腕前やいかに、対する土井くんさんはブレイブルーで、ブイブイ言わせていますね。ブレイブルーは名前なんですけど、主人公のキャラを使ったんで、あ、土井くんさんがこのソルを使ってるのはなんとなくもう納得がいきますね。ラグナでラグナ使ってましたね。ブレイブルーでのドイツさんのラグナはガードが非常に硬かったのは印象的でした。さあ、ウルシギアのソルはどうでしょうか。さあ、ジーロマキャンで引き落として、置き攻め投げる、意表をついて投げた、まず一歩の棚というくんさん。さあ、2本目はどうなるでしょう。これワンコンきっちり決めて、置き攻め、画面端から逃げられない、逆のところでしっかり差し込んで場所を中央に戻す。さ
ですかよ。あ、これ投げた、投げ通って突き出目たまらずバースト、兄さんがどんどん固めていく。こうなるとドイツさんはディフェンス能力が高いので結構しんどい戦いになって、やはりドイツさん取った。お、エルオさん開きましたね。さあ、では次は、LO さんと飛脚さん、はい、天京さんは次、試合になりますので、よければ、開けておいてください。さあ、これから始まってますのが1回戦第2試合、飛脚さんのアクセル2段と LO さんのスレイヤー3段となっております。LO さんもやはりあれブレイブルプレイヤーで、前回のアミパラ最強決定戦の優勝者でもありますね。さあ、ブレイブルでは猛威を振るった LO さんでございましたが、逃げ切り際ではどうなんでしょう。今のところはいい運動戦で止まれております。今回アクセル使いの方結構多いですね。さあ、スレイヤーは LO さんのみの参加だったんですね、今回は。さあ、一本取っていったのは飛脚さん。さあ、2本目も開幕取っていったのは飛脚さん。そしてたまらずバーストで返したエルオさん。足のタイルがすでに半分を切る。地面に下ろしてもらえない。ハマが長い。ここでミスが入る。ミスが入るというのがおかしな表現ですが、さあ、逃さずコンボを決めていく。割り込んで一気に流れが変わるかと。お、うまく裏に回って、しかし回すんで繰り返したか。さあ、裏回りガードを揺さぶる。コンボをミスってしまった。いい立ち回りでしたが、あー、ここで粘り強いエローさんが取り返す。さあ、3本目です。試合の流れを通して基本的に、流れを取っているのは飛脚さんが取っているんですけれども、要所要所でエルオさんが立ち回りでダメージを取って裏に回って、さあ、空中コンボ、さあ、置き攻め通して大ダメージ取っていく。投げは使ったが、これたまらずファースト飛脚さんが暴れて、さあ、ここで裏に回った。しかし、ここでした、あーっと目まぐるしい展開。さあ、着地ができました。さあ、ここどうなる。お互い触ったら終わるぐらいの勢いです。さあ、中段よく見ている。お互いバースト切れて、あーっと吊り下げられて、決めたのは飛脚だ。おっと、エローさんからそれ知らんしとそれ知らんという言葉が出ました。さあ、いい勝負決めたな、飛脚さん。さあ、次、ポケモン勢さんと